アップラシードです。はい、今日は昨日手に入れた必殺技を使っていきたいと思います。で、名前が、うわ、怖っ！これ、大量虐殺の量がなくなったバージョン、大虐殺。大虐殺って読むんかな？大量虐殺って極しか知らんねん、俺。多分大虐殺だと思います。うわ、怖っ！まあ、とりあえずやっていきたいと思います。すげえ怖い。怖いっすわ。うわすげえ、回った。うわ早すぎる。早っ。回りが早いですね、とても。怖っ。もう、その、風車って名前でいいんじゃないですか、これ。風車。風車か、普通に風車か、スローイングアックス回し。スローイングアックス割りとか。めっちゃ怖い名前や、これ。現実化したらすごく怖そうですね。こんな名前とともに現実化したら。やばいわ。もう風車で一生。とてもそれぐらい強力だよっていうことですね、多分。強力で強いよっていうことです、多分。おお！かぶった。かぶりました。今、キャラが倒れた時と俺の声がかぶった。ほんまに強いです、これ。次、200m あたりでも使っても通用するからやります。さっきは 100m とかその単位でやったんで、次は 200m あたりで。よいしょ。よし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 。ボスにも使おうか。あ、強っ。ボスも結構効いてます。かなり強すぎる。走って。とてもほんまに強力です、これは。アップグレードしたらもっと強くなるんじゃん、これ。回るし、やっぱ逃げ場がないときに使うのがやっぱ一番ですね。敵にはどうしようもなさそうなときとかに使うのが一番かなと思います。アップグレードしたらまた200でも通用するようになるんで、多分どうしようもないときに使うのがおすすめですね。はい、今日は前回必殺いきなり落ちたか。よし。はい、今日は前回の必殺を手に入れて、前回の必殺って前回その必殺技を手に入れてそれを使ってみたりした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。